皆さんこんにちは。私たちは江那市食生活改善連絡協議会から参りました。本日の調理実習は江那市産の豚肉と美濃地牛乳を使った料理です。豚肉の塩麹焼きとカッテージチーズを添えたものです。付け合わせにはパプリカとかブロッコリーの彩りを良くし美味しく仕上げます。よろしくお願いいたします。でははじめに豚肉の塩麹漬けを作ります。材料としてはロースを用意してください。厚さとしては1センチぐらいです。これは4人分です。1人前ロースの肉1枚です。一口大に切りましたら、これ塩麹ですが4人分で小さじ4杯程度です。塩麹ですので塩分に気をつけてください、30分以上つけてください。お忙しい方は前の日に1日つけておいてくださると味は染みます。続いてカッテージチーズを作ります。この牛乳は沸騰する直前まで温めてください。沸騰直前に火を止めて酢を大さじ4杯入れます。で、余談ですけどこれをこすんですが、キッチンペーパーは目が粗いので、できたらこのクッキングペーパーっていう不織布みたいな感じのペーパーを使った方がいいかなと思います。一番わかるのがその鍋肌でブツブツってくるのがだいたい90度ぐらいです。で、揺れてくるともう100度に近い状態なんですけど、はい、塩を入れてください。はい、これ酢です。酢大さじ4杯1リットルに対して大さじ4杯です。で、これすぐ早いんですけど固まってきます。こういう感じになります。はい、すいません、こういう状態で混ぜないとここの底が焦げてしまうので今混ぜてました。はい、この状態で30分何もしずに置いておいてください。次は付け合わせの野菜を、今日は黄色と赤のパプリカを使いますが、季節の野菜を使うのが一番よくって、旬の野菜を使ってください。今日は時短で電子レンジを使って柔らかくします。はい、らっきょうの酢漬けと、大葉ですね。これはカッテージチーズにトッピングするものです。先ほどのカッテージチーズ、ペーパーにこすんですが、こういう状態にペーパーから剥がれる程度まで水分を取ってください。はい、はい、ここにヨーグルトを入れます。これはお好みですが、今回は3杯、大さじ3杯ぐらい入ってます。で、今日は使いませんがマヨネーズを入れたりするとちょっとコクも出て美味しく仕上がると思います。で、今日の付け合わせのお野菜はこれで味が整っているので、お塩も入ってますし、らっきょうでちょっとアクセントもあると思います。はい、じゃあ次は豚肉を焼いていきます。最初強火でお肉を入れたらあまり構わない、触らないようにしてしっかり焦げ目を最初につけます。
で、ここで構いたいんですけど、お肉を触らないように、はい、あ、いいですか、はい、じゃあ裏返してください。あ、いいですね。で、豚肉しっかり火を通したいので、ここで蓋をします。2分ぐらいでよかったですかね。しっかり蓋をして、中まで火を必ず通してください。いいですかね。はい、こんな感じになります。はい、チーズをつけながらお野菜食べていただいて、結構あの塩コショウあまりしなかったですが、麹で食べれます。しっかりとした旨味が出てますので、皆さん一度お試しください。終わります。えなしの養豚は歴史が約50年近く前から専業化されてます。えなしの風土、気候風土に適した動物が豚でございまして、養豚場が専業的に大きく経営しております。仕事の内容といいますと、最近は人工授精を使いまして、正確に豚を生産するために人工授精を用いております。それと衛生管理が著しく厳しくなってきております。今回の豚熱を通して、国の言う管理基準ですね、それが大変厳しくなりまして、それをクリアしないと養豚経営ができないという厳しい環境基準ができています。必ず養豚場に入る前にですね、我々は朝一番にシャワーをして、頭のてっぺんからつま先まできれいに洗ってから、あの農場専用の服に着替えて養豚場の方に入ってまいります。それぐらい衛生管理には徹底をするようになりました。やはりこの寒い時期ですと、今あのここに出てきております豚肉のロースのしゃぶしゃぶ、あるいはあのコクのある豚肉のバラを使ったしゃぶしゃぶの料理はおすすめじゃないでしょうか。それとやはりあっさりと生姜焼きなんかにして食べるのもおすすめでございますし、まあそれぞれの好みに合わせて消費していただければいいと思います。そしてあのミンチがですね、ハンバーグ等々使えますので、ミンチも愛用していただいて、それぞれの料理を楽しんでいただければいいと思います。ビタミン B1 ですか、あの疲労回復に非常にいいと、スポーツ選手は結構豚肉を愛用していただいてますし、ご家庭でもあのタンパク源として一番あのヘルシーですし、ビタミンを持っておりますので、疲労回復にも優れておると聞いております。それとあの美味しさですね、豚はですねグルタミンが多いんですかね、餌もコントロールしてうまく作ってますので、十分味わっていただければありがたいと思います。こんにちは、岩村町で酪農している西尾と申します。私の家では、私と主人、娘の3人で酪農しています。
乳牛、皆さんがよく知ってる白と黒のホルスタインの牛から搾った牛乳を生産しています。ここで搾られた牛乳は美濃市にある美濃楽連の工場に運ばれ、パック詰めされ、皆さんが学校で飲まれている美濃地牛乳や生協牛乳などとして皆さんの食卓に届けられています。毎日の仕事は朝5時半からの餌やり、糞の掃除、清掃、搾乳、朝の仕事が終わったら8時半ごろに自分たちの食事をとって、その後畑での牛の牧草作り、また休憩をして2時ごろから牛舎の作業、4時ごろからまた朝の仕事と同じ内容を行い、夜は9時、11時ごろにまた見回りをしています。毎日の世話は大変ですが、この仕事の魅力は自分がやったことが返ってくるということ、乳量や牛乳の質、健康など手をかければしっかり返ってきて成果が見えることをやりがいに感じてます。生き物を相手にしているので基本休みがありませんし、自分の体が偉くても風邪をひいても休めません。ですがやっぱり牛の子供が無事に生まれて健康で育ってくれると本当に良かったなと思います。それだけは長年やってても本当に嬉しいですし、ほっとします。今恵那市の酪農家は減少していますので、私たちの酪農を守り続けていきたいです。やはり美味しい牛乳は安全で安心であること、生産者の顔が見えて飼っている管理が分かることが大切だと考えているので、これからも多くの地元の人に飲んでいただけるように美濃地牛乳を守っていきたいと思います。私たちが大事に育てている牛から搾った牛乳を飲むだけではなくて、また料理にも使っていただいて、地元の美味しい牛乳をたくさん利用してください。皆さんこんにちは。美濃楽連の工場長をしております丸山と申します。こちらの工場ではですね、恵那市の酪農家さんも含めていろんなところから牛乳が来ておりまして、こちらの方で学校給食用の牛乳であったりとか、スーパーで売られている、こういった牛乳ですねを作っております。牛乳はですね、受け入れをしてから殺菌からホモゲナイズ、いろんな工程を踏まえてこういった牛乳を作っております。あとヨーグルト、プリン、いろんな乳飲料等も作っておりますので、またお店等でですね、ご購入いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。あれこれミルク、西尾さんに質問します。お乳はどのくらい出るの？はい、搾乳は朝夕の1日2回、1頭から1日で約25リットル。牛乳パック25本分のお乳が出ます。牛乳の出すお乳は本来赤ちゃんの牛のためのものなので、赤ちゃんを産んだ牛からしかお乳は搾れません。つまりお乳を出す牛はみんなお母さんなのです。へえ、牛さんのお乳を出すのはみんなお母さんなんだね。知らなかった。じゃあもう一つ聞いてもいい？はい。牛さんはよく北海道で飼われてるけど、牛乳の旬って寒いところが好きなんだから冬なのかな？そうですね、牛は暑いのが苦手です。夏場はお乳の量も減って成分値も低めになります。逆に冬は寒さに強いため、冬場になるとお乳の量も増えて成分値も高いコクのある美味しい牛乳が出ます。だから牛乳の旬は冬です。濃くて美味しい牛乳を冬こそたくさん飲んでくださいね。